キシユータ、ナンバー I の新メンバーが、その笑顔とひたむきな姿勢で注目を浴びる。キシユータ、ナンバー I でも無二のキャラクター発揮笑顔と親しみやすさの裏にあるひたむきな姿。キシユータ、キシユタが、2023年10月15日に、ナンバー I のメンバーとして活動をスタートし、X。 旧 t w i t t e r のアカウントを公開したことで多くの注目を浴びています。岸シユタの独自のキャラクターとひたむきな姿勢は彼をファンや業界内で愛される存在にしています。イントロダクション2023年10月15日、岸シユタはナンバー I の新メンバーとしてデビューし、同時に x 旧 t w i t t e r のアカウントを開設しました。 その自己紹介文には簡単ふ、お対応しながら X を始めました。岸ですよろしくお願いします。と綴られ、これには現在までに39万件のいいねが寄せられるなど、初投稿から大きな注目を浴びました。岸の魅力は、その明るい笑顔と親しみやすさが一つの要因ですが、その裏にはひたむきな姿勢があることが見透かされます。 騎士のユニークな言葉遣い、騎士公文の誕生。騎士ユータは、そのユニークな言葉遣いと文章構造でファンや SNS ユーザーから賞賛を受けています。彼の文章は一般的な表現から外れ、独自の言葉遣いが特徴とされ、騎士公文として親しまれています。ファンだけでなく、多くの企業の SNS アカウントにまで波及し、人々に笑顔をもたらしています。 バラエティ番組での活躍。騎士はグループ活動に加えて、単独でもドラマ、映画、舞台、バラエティ番組などに出演してきました。特にバラエティ番組では、会話のラリーから多くの笑いを振り巻き、共演者から可愛がられてきました。彼の笑いと親しみやすさは、かつての先輩たちとの共演でも際立ち、視聴者を笑いで泣かせるほどの強烈な印象を残しました。 特に、ニノさん、日本テレビ系で、騎士が自宅で30秒で作れるうどんレシピを紹介した際、料理のみならず調理をする姿からも笑いを引き出し、予想だにしないハプニングを起こすなど、そのキャラクターが番組を盛り上げる要因となりました。真剣な姿勢、裏に隠されたひたむきな一面。 バラエティ番組などでの笑顔からは想像できないほど、岸シユタは真剣な姿勢を持っています。かつて放送されたドキュメンタリー番組では、彼が主演した舞台の裏側に密着し、その仕事に真剣に取り組む姿が捉えられました。彼は2009年から芸能活動を始め、ユニットメンバーとして活動し、先輩の舞台にも出演しました。 特にエンドラスショックシリーズでは若干重大代だったにもかかわらずハードな舞台に挑戦し成長を遂げました。彼の成長は多くの人々に感銘を与え、その奇跡は説得力を持っています。俳優としての成功。岸優太は俳優としても成功を収めており、2013年にドラマ初出演を果たしました。 翌年には近距離恋愛からシーズン0からに出演し、2015年にはお兄ちゃんガチャで連続ドラマ初主演、W 主演を務めました。彼は着実に俳優としてのキャリアを築いてきました。特に2021年に放送された月級ドラマナイトドクターでは研修医深澤新役を演じ、その主演級の存在感を示しました。 岸の芝居は自然で視聴者に親近感をもたらすことが特徴です。映画初主演、映画 g ーメン》での成功。2023年8月に公開された映画 g ーメン》では岸優太が初めて映画の主演を務めました。彼が演じた門松勝太は高校生でありながらも正義感と強さを持ち、その役柄に見事にはまりました。この映画では 彼の演技の優れたところだけでなく、スタッフへの愛情や作品へのリスペクトも見受けられました。神宮寺勇太、平野耀との活動への期待。騎士雄太は神宮寺勇太と平野耀と共にグループ活動を展開しています。彼らとの活動は、さらなる期待と注目を集めています。騎士の持つ才能とひたむきな姿勢は、 今後も彼のキャリアを輝かせることでしょう。岸優太は明るい笑顔と親しみやすさで人々の心をつかむ一方で、その裏にはひたむきな姿勢があります。彼のキャリアと役柄の多様性は多くのファンや業界関係者から高く評価されています。今後の岸優太の活躍に、ますます期待が高まります。逆に